はい、元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて、今回はすごいヘルメットを紹介します。今までこのチャンネルでは様々なヘルメットを紹介してきました。アライやショーエイといった定番の高品質メーカーだけでなく、低価格でも安心して使用できる品質の HJC やウィンズ。今回紹介するのはおそらく多くの方が初めて聞くヘルメットメーカーです。その名はアストン。これが現物です。わかりますか？これフルカーボンのヘルメットなんです。しかも見る角度によって色が変わって見える超おしゃれなイリジウムカラー。このカラーについてはこの動画公開時点で欠品中。前回の受注で即完売してしまい、今回の動画は7月下旬から8月納品分の予約受注を再開したことの告知でもあります。このアストンというヘルメットメーカー、これからヘルメット業界界隈をざわつかせていく存在になりうるすごいメーカーなんですね。まあ、一言で言うと信じられないくらい安い。では安いからといって品質が悪いのかというと決してそんなことはないんですね。もちろんアライやショーエイの水準とまではいきませんが、価格を考えると明らかに品質が高いんです。それにはちゃんと理由があって、その理由を理解して自分も納得して自信を持てたので今回紹介するという運びになりました。その理由についてはしっかりと解説していきますんで、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今回の内容です。まずこのフルカーボンのヘルメットについて解説をします。しっかりと紹介するんで即完売になってしまった理由をご理解いただけると思います。次に、ではこのヘルメットの欠点は何なのか、欠点をあえてしっかりお伝えしますんで納得して予約していただきたいと思います。そして最後、そもそもなんでこんなに安いのか、その理由からくりまでお伝えします。品質と価格を両立できた理由、これを知ればアストンを選びたくなるはずです。ぜひ最後までご視聴ください。はい、ではまずこのカーボンヘルメットを紹介しましょう。この商品は GT1000F という型で、冒頭でもお伝えした通り即完売してしまい、現在は入手できないものですね。が、今回追加の生産、7月末から8月頃に納品できる目処が立ったということで、こうして動画にて告知することになりました。もしかして前回の受注で購入できなかったっていう方もいるかもしれませんので、そんな方はもうこの商品のことはご存知でしょうから、概要欄のリンクからポチってしまってください。で、です、このヘルメットの特徴、1つ目、まず手にした瞬間に感じる軽さ。もうヘルメットとは思えない軽さなんですね。数値にするとバイザーを除いた重さはなんと 1250g プラスマイナス 50g。 ヘルメットに詳しい方だったらこの尋常ではない軽さに驚くと思いますが、どなたでも手にした瞬間にその軽さに違和感を感じるでしょう。あれ、これヘルメットだよねっていうレベルです。実際自分も宅配便のお兄さんから受け取った瞬間、何が届いたのか分かりませんでした。あれ、なんか注文したっけなって感じですね。開けてびっくり、ヘルメットですよ。動画でこの軽さを体感していただけないことが非常にね、残念で仕方ないです。もうそれくらい軽いんです。そして特徴2つ目、それはカラーリングとデザイン。このイリジウムカラー、めちゃくちゃかっこいいです。全体のカーボンの折り目ははっきり見せつつ、見る角度によって紫のような黒のような緑のような色合いに変化します。こんな色合いのヘルメット、今までどのメーカーも多分出してませんよね。でも白々しい派手なアピールではない絶妙なところなんですよ。このカラーだけ、実は他のカラーよりも実売価格が2000円ほど高くはなっていますが、自分は断然このイリジウムカラーをおすすめします。実際即完売となったはこのイリジウムカラーですんで、購入される方も多少の差額よりもカラーリングを選んだと言えるでしょう。写真ではなかなか伝わりにくいかもしれませんので、ちょっと動画でお見せしますね。こんな感じです。デザインもフランスで行われていて、このイリジウムカラーやカーボンの外観であるということ以外でも宣伝されてますよね。アジアンヘルメットブランドにありがちなやぼったさっていうのは全く感じられません。さらに特徴3つ目、さっきから安いとお伝えしていますが、いや、いくらなんだよって思いますよね。お伝えしましょう。価格はまさかの送料込みで 28,800円です。今は為替の変動も大きいんで、今後価格は変動するかもしれませんが、この動画を制作している時点では 28,800円。もう一度言います。カーボンのフルフェイスが 28,800円です。さらに言うとイリジウムカラー以外であれば 26,800円です。もう異次元の安さと言っていいでしょう。なぜこんなに安いのか。でも品質は安心してください。最後のショーでいいものを安く世に出すことができるからくりというのをお伝えします。最後に特徴4つ目、まあこれは特徴と言えるほどではないかもしれませんが、今時のヘルメットに求められている機能はしっかりと盛り込まれています。
インナーシールドや脱着可能な内装、高効率のベンチレーション、そしてインカム用のスピーカーホール、まあ、実用上機能面で不満を感じることはまずないと思います。これらの機能を当たり前と捉えている方にとっては特徴とは言えないかもしれませんが、きっちり抑えるところは抑えてるよっていう意味で安心していただければと思います。では概要欄のリンクから早速注文をと思ったあなた、ちょっと待ってください。いい面ばかりを聞いて注文することはお勧めしません。次の章ではこの GT1000F を使って感じた欠点についてもしっかりと紹介をしていきます。はい、ではこのヘルメットの欠点についてもきちんとお伝えしていきます。まず一つ目の欠点、それは対象力性の規格は SG 規格しか通っていないってことですね。やはり安全性にこだわる方はスデル規格や MFJ 公認なんかを取得している方が安心ではあるでしょう。ただ実はこの安全性の規格っていうのは考えようなんですね。別に案件だからといって言うわけじゃなく、過去動画でも何度もお伝えしていることなんですけれども、快適性や疲労の少なさっていうのも安全を構成する一つの要素なんですよってこと。残念ながらこの安全性の規格というのは衝撃に対して中身、つまり頭部への衝撃をどれだけ和らげることができるかっていうものばかりなんですね。でも実際にバイクに乗ったことがある人ならお分かりでしょう。疲労は事故に直結するっていうこと。どんなに衝撃に強かったとしても、そもそも事故を起こさないに越したことはありません。ですので自分は対衝撃性だけでなく快適性や重量の軽さなどを総合的に考えた安全性が最も大切だと考えてます。事実自分が使用している照英の GT エアというヘルメットはスネル規格などは取得していませんが、ベンチレーションの性能が非常に高いためシールドは曇りにくく、明瞭な視野が常に確保され、逆光のシーンでもインナーバイザーにより眩しさを軽減してくれます。これらの機能は対衝撃性とは関係ない。むしろインナーバイザーについては構造上衝撃に対しては弱点となりうるポイントですが、総合的に考えれば安全性を高めることに寄与していると感じています。また同じく照英の Z8 というヘルメットも実規格のみですが、軽量であることや風切り音を軽減することで快適性を重視したモデルです。この2つのヘルメットはどちらも実製価格5万円以上するもので、決して安いものではありません。アライは対衝撃性に対して強いこだわりを持ってるんで、フルフェイスヘルメットについては全てスネル規格を取得していますが、メーカーごとまたは商品のコンセプトごとに異なることであって、必ずしも対衝撃性に特化していないから安全性が低いと言えるものではないでしょう。ある意味このカーボンヘルメットというのはその圧倒的な軽さによる疲労軽減効果、インナーバイザーによる防減効果、視野の確保という観点からは事故を未然に防ぐという視点においては最たるものであると言えるでしょう。ですのでスネルや MFJ 公認を取得していないという点については欠点のようで、必ずしも欠点とは言えないのかもしれません。ただ次のこの点についてははっきりと欠点と言えるでしょう。サイズの選択肢が少なく、 XL についてはサイズ感がややきつめですね。サイズが M、L、XL の3サイズしかなくて、一般的な他社品と比較するとワンサイズとまでは言わないものの少しきつめに感じますね。普段 L を使っている方なら XL を選んでもいいくらい、 0.5 サイズ違うくらいの感覚ですね。まあ、実際に照英のサイズ表と比べてみました。照英の M が57センチであるのに対して57から58センチ。照英の L が59センチであるのに対して58から59センチ。まあここまではいいんです。問題は XL。自分は照英の XL を使用しているんですが、照英の XL が61センチであるのに対して59から60センチとなっています。自分はずっと荒井や照英でも XL を使用していて、頭や頬が痛くなるってほどではありませんが、若干圧迫感は感じましたね。L か XL かで迷うような方であれば XL にするのがおすすめです。ヘルメットを買い替えるときは店舗で必ずフィッティングをしてもらっている、こういったこだわりを持っている方には正直おすすめはできませんね。ただ逆に安心してほしいのは、このヘルメットはアジア向けに設計されてます。輸入物のヘルメットの場合、欧米人の頭の形に合わせて設計されているものも多く、サイズは適切なはずなのにフィットしないっていうケースが多々あります。その点はむしろ安心材料と言えるかと思います。そして3つ目のネガティブポイント、シールドを脱着する際の固定具が硬いですね。取説では指で回しているように記載されていますが、ちょっと工具が欲しくなるレベルです。まあこのヘルメットはインナーバイザーが装備されてますんで、
そもそもシールドの脱着を行うこと自体がないと考えられるんで小さなことかもしれませんが、一応お伝えはしておきます。では次、最後の章。ここまでヘルメットのいい点も良くない点についてもしっかり説明をしてきました。とはいえ、なぜこんなに安い、安すぎて不安だ、こういった方もいるでしょう。このアストンヘルメットが安い理由を理解していただければ、その不安はちゃんと払拭されるはずです。その点についてもしっかり解説をしていきましょう。はい、ではこのアストンのヘルメットがなぜこんなにも安いのか。実はこのカーボンモデルの GT1000F 以外にもこんなモデルがあります。 GTB600 というもの。ちなみにこちらのサイズ感は他社品と同じくらいですのでご安心を。この GTB600 のお値段はなんとグラフィックモデルでありながら1万円前後。いやいや、もうこんなのアマゾンとかで見るやばい中華のやつと変わんないじゃんと思ったあなた、それは違います。そもそもこのアストンというブランドは他のヘルメットメーカーから依頼を受けて生産をしていた、いわゆる OEM 品のメーカーだったんです。実は数あるヘルメットメーカーの中には自社の工場を持っていなかったり、生産能力が不足していたりして、このアストンのような生産設備を持ったメーカーに製造を委託しているケースが少なくないんです。まあ、明かすことはできませんけれども、結構有名なメーカーのヘルメットもこのアストンの工場で生産されていたりもします。ですので、このアストンにはヘルメット製造のノウハウがしっかりと集積されているんですね。さらに言うと、ヘルメットの海外工場は ABS 樹脂を使った射出成形型のヘルメットがほとんどです。これは機械に材料さえ入れればヘルメットのシェル、つまり側が簡単に完成します。それに対して洗いや照英などが用いる FRP、 そしてカーボンなんかは職人による手作業が入るため、どこの工場でも誰でも作れるようなものではありません。その点このアストンはカーボンヘルメットを作れるということから、人的投資や設備投資も行っていると言えます。そして他社からの委託をされて製造していたヘルメットは、当然ですが委託元の企業の利益、そして製造しているメーカーの利益も計上されるため、それが商品価格に反映されてしまっていました。そこをこのアストンという自社ブランドで設計から製造まで行うことで大幅にコストカットすることができ、このような低価格を実現しているってわけなんですね。ですので、怪しい中華製品のように安かろう悪かろうではなく、品質を下げることなく中間マージンの分をコストカットし、販売価格を安くできているってわけなんですね。まあ、それでももちろん洗いや照英といった高級ブランドの品質とは言えませんけどね。予算に糸目をつけず、とにかく最高のものが欲しいという方には向きませんが、限られた予算の中でできるだけいいものが欲しい、こう考えている方には最適なブランドの一つと言えます。どうですか、価格の安さは品質の低さではないということに納得いただけたでしょうか。これが冒頭でもお伝えした、今後このアストンがヘルメット業界界隈をざわつかせるかもしれないとお伝えした理由です。カーボンフルフェイス GT1000F の予約受注ページ、現在でも買えるカラーリングの注文ページ、そしてカーボンではない低価格モデルである GTB600 の販売ページは、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ興味を持った方は一度覗いてみてください。 GT1000F のイリジウムカラーについては7月末頃の納品予定ですので、あらかじめご了承ください。ちなみにこのサンプルでお送りいただいたイリジウムカラーの GT1000F は撮影後返送します。こういった案件の場合、サンプルを提供いただいてそのまま使用できることが多いんですが、今回の商品についてはそれだけ売り物が足りないんです。いや、めちゃくちゃ欲しかったんですけどね、これ。というわけで、今回は今後ヘルメット業界をざわつかせるであろうアストンヘルメットの紹介でした。それではヘルメット購入検討中の皆さん、ぜひ選択肢の一つに加えてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。